下関協定場下関ボートレース場は山口県下関市にあるボートレース場。改装前の下関協定場本州にある公営競技施設としては最盛端にあるもので2010年度以降施設の通称はボートレース下関となり2015年度に条例上の正式名称も下関ボートレース場に変更された。下関市の東部 調布地区の臨海工業団地群の一角に位置する。もともとは、協定事業を実施するにあたって、敵地を選ぶ中で、東和差で、関門海峡特有の潮流にも影響されない、調布駅前の松尾大海岸が選ばれたものであるが、市の目論みとして、協定条件設を、調布地区埋め立ての共闘補の一つと位置づけ、埋め立て県を持っていた東和港湾と地元の漁業、共同組合との折衝の上、 海岸を埋め立てて建設が進められたものである。下関市モーターボート競争事業として、地方公営企業法の全部規定が適用されている。現在の施行者は、下関市のみであるが、1967年3月27日に、三重市、萩市、豊浦郡豊浦町、豊浦郡菊川町により一部事務組合、三重市他一市二町協定組合が結成され、 2016年3月まで、試向者の一つとして携わっていた。2017年4月より、ナイター専用協定場となった。ナイター競争の愛称は、海峡、ドリームナイター。マスコットキャラクターは、海賊をイメージした、シーボー。また2010年3月に、当地で、女子王座決定戦競争が開催されるのに合わせ、シーボーのガールフレンドとして、 シーモというキャラクターが加わった。テレビ CM は山口県の地元民放3局と下関市内でも古くから視聴者が多い福岡県の民放5局で放映されているの指導により宣伝広告は九州地区に行わないこととの条件が付けられていた。キャッチコピーはクールなレジャー。1980年代は女優志ホ美エ子が CM キャラクターを務めていた。 メインとなるスタンドは中央スタンド及び西スタンドでいずれも全天候型である。さらに中央スタンドには4階及び5階に有料座席が設置されている。なお、道場を所轄する日本モーターボート競争会の下関支部は九州地区管内という扱いとなっている。同じ山口県に所在する徳山支部は中四国支局管内である。ただし、かつて同場を所管。 受託していた山口県モーターボート競争会は、設立時に、下関、徳山の2馬が、競り願いとなったことを踏まえ、2馬を同時に管理し、下関と徳山の中間である、宇部市に、事務所を置いた。実況は、南鉄平が担当。しかし、南が、サッカー実況や多常の勝利者インタビュー等で不在の、場合は、清家美和が担当する。2020年からは、 元協定選手で地元出身の足村ゆかが YouTube 中継の司会を務めている。日本の公営競技開催場として初めての試みである白母競争を1983年夏に開催した。これは夏季の日没が比較的遅いことを利用して実験的に実施されたもので通常の競争よりも3時間程度発送時間をスライドさせて 1> 第1競争を14時過ぎに、最終競争も18時30分過ぎに行い、4日間の平均売り上げ9億5000万円、平均観客動員27,600人と当初の目標を上回る高成績となり、その後の白母競争、ナイター競争の定着につなげたことで知られる。また、ナイター実施までは、アフターファイブレースと称した。 白母競争を春初秋にかけて実施していた。2010年1月30日からの開催より標準モーターから減音モーターへ変更となった。2015年10月29日にナイター単独開催へ移行することを発表。12月よりナイター設備工事に着手した。2016年8月にナイターレースの愛称が発表され、一般公募の中から開業。 ドリームナイターという愛称が選ばれた。そして2017年4月1日から全国では6番目、中国地方では初となるナイター競争が開始された。競争水面は海で、水質は海水。大潮の日の満潮時は午前中を中心に海水の流入により、競争水面にうねりが生じる競争水面にうねりが生じるとめくりがこうをそうしなくなる傾向がある。 夏、冬ともに横風が吹くことが多く、スタートが難しい水面とされる。大村協定場や同じ山口県の徳山協定場には及ばないが、インの勝率は60%以上となっており、全国の中ではインの勝率が非常に高いことで有名。2017年よりナイター協定場となったが、他のナイター場よりも高い位置にある LED を使った照明灯の効果で、 明るい水面となっている。ありがとうございます。